とっておき不屈の心持って。トゥ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 ルル。ポケモンゲームで一番ハマったのはダイヤモンドパール。ドスカガルフォー。はい、どうもチャーボくんゲームでございます。今回もね、動画の方をやっていきましょう。ということで皆さん、ウイリアプリ2019のアップデまでですね、もう1ヶ月ぐらい、ワンチャン1ヶ月切ってる説ありますね。12月何日になるかちょっとまだわかんないんですけど、とにかく、もうすぐですね、アプリのアップデートがあるということで、ドキのね、ドキじゃねえ、胸のね、ワクワクドキドキは止まらないといったところで、今回ですね、2019で絶対にこの選手強い、使いやすい選手をね、ご紹介していきたいと思います。金選手なんだけど、黒玉級の能力、まあ、黒玉雷級の能力の選手もいますからね。レベルマックスで金の選手で、今回はポジション CMF と DMF、中盤の真ん中の選手をね、ご紹介していければと思います。2019はね、年齢とかで上限とかもレベル変わってるからね、行きましょう。まず、トップバッターはね、この人、マーチュイディ。いやー、強いよね。バランスの取れた能力でね、特に強いのはやっぱりディフェンスセンス、ボールダッシュ、中盤のね、守備力のところ。で、プラスアルファですね、グランダーパスの能力、まあ、85と。で、スキルの方ですね、2019からワンタッチパスの方が追加されております。これによりね、攻撃のテンポのところも作りやすい。で、新登場のスキル、インターセプトも持ってるし、スタミナ相変わらず96と高いと。いや、2019マジでスタメンクラス取れるんじゃないかレベルのね、能力してるんでね、マーチュイディ期待でございます。この男を忘れてもらっちゃ困るよ、グスタボ。グスタボ選手ですね。はい、この選手ですね、まあ、言うこと正直ないってぐらい強い。2018でもね、使ってる人かなりいたんですけど、2019でさらに増えるんじゃないかな。まあ、プレイスタイルがまずアンカーで、中盤の底でね、もうこの選手入れるだけで正直守備安定すると思う。まあ、ディフェンス、ボールダッシュはね、95へとレベルまでね、スピシューも全然遅くないからね、身長高いし、フィジカルもあって、でスキルもワンタッチパス、マンマーク、インターセプトと有能スキルを持ち合わせてる。ポジション左サイドバック、そして CB もできるというね、個人的にね、かなり来てる選手、5列か。はい、この選手ですね、まず身長が189センチとめちゃくちゃ高くね、それだけどスピード瞬発力全然遅くない、はい、大きくて速いで、グランダーパス能力、ドリブル系、ボールコントロールもあるし、スキルワンパ持ち、スタミナもあってね、非常にバランスの取れた能力、まあ、中盤でね、マジで使う人増えてくるんじゃないかな。年齢も若くね、レベル上限も高く設定されてるのでね、5列かはマジでちょ2019本当自分を使いたいですね、この5列か。さあ、お次はファビーニョ選手。この選手ですね、ここの能力が特別なんか90以上あって強いよっていう感じではないんですけども、大体の能力が80ぐらいあってね、バランスの取れてる選手で、 DMF ではね登録あるんですけども、右サイドバックの方でも使用可能です。適性があるんでね。で、スキル、ワンタッチパス、マンマーク、インターセプト、有能スキル持ち合わせており、身長のも188センチと高くね、まあ、スカットに入れててね、こういう選手ね、かなり使いやすくなってくると思うのでね、ファビーニョ強し。トモス・パーティ。この選手ですね、アトレティコ・マドリード所属で、2019かなり強化されたんじゃないかな。プレイスタイル、ハードプレスからのディフェンスセンス、ボールダッシュでね、相手のボールこう、刈り取っちゃってね、かなり刈り取れるんですけど、もう一個ね、注目としては、ボールコントロールのとこは90超えてますと、レベルまでね。で、グランダーパス能力もあるんで、ここら辺のビルドアップのところでしっかりボールを収めてね、まあ、パス出してっていうこともできるからね。いやー、この選手強いよね、スタミナもあるし、ジャンプ、フィジコンもあって、スキルインターセプト持ち。さあ、2019ね、この選手、おそらくね、かなり強いはず、使用感もいいはず、ラビオ。まあ、パリ・サンジェルマンね、身長189センチで、もうバランス取れて何でもできますね、基本的には。で、PS4 でもね、ラビオ使ったりしたんですけど、能力以上のね、強さを発揮する男です、この選手。マジで能力見てもバランス良くて、ボールダッシュとかスタミナ、フィジコンあって、スキル、インターセプト、ワンタッチパスで、シュートの方もね、打てるんで、ラビオね。いやー、マジで使う人ほんと増えていくんじゃないかな。ラビオレベルは特に強いです。マンチェスターユナイテッド、フレッジ選手。この選手ですね、強みとしてはやはりスピードと瞬発力、この高い数値89、87からのディフェンスセンス、ボールダッシュでね、まあ、相手の攻撃の目をね、潰す役割も結構やりやすいと思いますし、ドリブル能力、ボールコントロール、グランダーパスでね、まあ、自分でも運べて散らしてゲームメイクもできて、スタミナもある、スキル、ワンタッチパス、インターセプト持ってて、い
やまあね、これ小柄な、そんなに大きくない選手なんですけど、ボール持ちやすいと思いますし、非常に使いやすいと思います。自分の中でね、めちゃくちゃ来てる選手、ロドリ、アトレティコマドリー所属で、まあ、ブスケツと似たような感じのプレースタイルの選手ですね。まあ、中盤の底に位置してね、ゲームメイクとかしながら守備にも徹すると。で、能力見てもらえば分かるんですけど、レベル60までね、まず、22歳と若いんで上限能がね、高く設定されており、ディフェンスセンス、ボールダッシュ95へ、グランダーパスも高く、アンカーの、プレースタイルで、スピシュンもね、80超えてて全然遅くないんでね、いや、この選手はね、マジで能力ぶっ壊れてるぐらい強いですよ。そしてね、お次もね、能力ぶっ壊れの選手ですね。はい、バリオス。この選手ですね。まあ、スピード、瞬発力が DMF の中だったらマジでトップクラス。からのね、ディフェンスセンス、ボールダッシュ力。で、フィジカルコンタクトでね、体の当たりの強さもあって、スタミナも高く、コンディション安定度7。マンマークインターセプト持ちで、プレスタイルハードプレス。今までね、こういう DMF でね、こんだけ足速い選手でもなかなかいなかったんでね、まあ、完璧タイプのね、バリオス、ウィリアプル2019、使う人ね、増えてくるんじゃないかな。ナビケーター!この選手ですね、まあ、2018でも強かったんだけど、2019でね、レベル上限のがまず55まで上がると、レベマにしたらね、こんな感じの能力で、非常に使いやすい選手だと思います。スピードと瞬発力がね、あって、ディフェンスセンス、ボールダッシュは80ぐらいになるんだけど、スピシュンがあるんでね、そこでカバーできて、プラス、ボールコントロール、ドリブル、グランダーパス高い、スキル、ワンタッチパス、インターセプト、いうのをスキル持ち合わせて、スタミナも92と、根腕7。いや、強いよ、マジで。大注目、ゴロビン。はい、個人的にはね、2019もめちゃくちゃ期待してるゴロビン選手。ロシアワールドカップでね、ロシア代表でね、もう本当にゴロビンがね、大活躍してましたけど、この選手の強みね、CMF の中では圧倒的なスピード力からのドリブル。そう、だからここで相手も止めづらい。プラスね、キック力あるんで、ミドルシュートとかもガンガン狙えますし、スタミナあってね、ワンパ持ち。で、ダブルタッチとか持ってるんで、結構フェイント系でね、左フリックのやつでダブルタッチとか出せればね、ガンガン相手も抜いていけるんじゃないかな。ゴロビン注目!さあ、お次はですね、リヨンの若手選手、22歳、エンドンベレ選手。この選手ですね、まあ、能力見てもらえばわかるんですけど、鬼強すぎます。まあ、ディフェンスエース、ボールダッシュね、ここをまあ中盤で高いっていうのはまずでかく、スピードと瞬発力、まあ、瞬発力がもう90いってますからね、スピードも90近いと。で、ポジションのとこ見てもらえばわかるんですけど、右サイドバックの方も可能なのでね、いろんなとこに今日こなせて、一つだけ不安要素があるとしたらね、コンディション安定度が4というところかな。お次はですね、リヨンの若手の選手ですね、21歳、トゥサール選手。この選手ですね、能力見てもらえば分かるんですけど、この選手もなかなかぶっ壊れてます。まあ、DMF に大事なね、ディフェンスセンス、ボールダッシュ力はもちろん、身長185センチでフィジカルコンタクト90、ジャンプ89とね、フィジカル面もかなりいい。プレイスタイル、ハードプレス、ワンパ持ち、マンマーク、インターセプト、スキルも豊富で、グランダーパス力もあるんで、ビルドアップのところでも輝いてくるんじゃないかな。やっぱ年齢若いからね、レベル上限が高いってのすごいでかいですよね。21歳レスターシティのカンテの抜けた穴を埋めたこちらのエンディリ選手。年齢がまだまだ22歳と若くですね、レベル上限かなり高く設定されており、ボールダッシュ力、ディフェンスセンスはもちろん、スタミナもあって、フィジコン、ジャンプある。本当にボールを刈り取る系の選手ですね。プレイスタイル、アンカー、マンマーク、インターセプト持ち。で、もともとね、センターバックやってた選手なんでね、CB の適性も薄くあり、結構センターバックにね、ポジショントレーナー、新アイテム登場のやつ使ってみてもね、面白いかなと。2019はね、これ DMF 系の選手がめっちゃ強い選手多いね。はい、そしてラストがですね、ベンフィカのフェイサ選手。2018でもね、この選手強かったんだけど、2019でも強いです。まあ、一応レベル上限50まで上がってですね、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、まあ高いね。ここが2018とあんま変わんないのかな。ただ、フィジコンとスタミナの方がですね、2018よりも上がってて、スキルの方、インターセプトね、2019新登場のスキル、フェイサー選手に追加されてですね、まあ2019でもより使いやすくなってると思うんでね、この選手もぜひ使ってみてはいかがでしょうか。今回はですね、金選手で、まあ、黒玉級の能力、黒玉雷級の能力だというね、いろんな選手をご紹介させていただきました。一応 CMF、DMF ね、登録ポジがの選手で、
また今後ですね、ウリアプリ2019にアップデートするまでに他のポジションのね、こういう感じで、まあ、有能系の選手もね、またまとめてご紹介していこうと思うので、お楽しみにお待ちくださいといったところでね、今回はこの辺で動画の方を終わりたいと思います。ぜひですね、皆さんの、まあ、この選手ちょっと注目してるとかね、この選手はちょっと強いんじゃないっていうのもあれば、ぜひコメント欄にガンガンよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイプラネットポー。